どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはマテリアルスナイパー。与えられたミッションを迅速にこなすスナイパーワールドです。ワールドに入るとそこはヘリの中となっており、壁にはプレイガイドがあります。ルール説明が書いてあるので一度は目を通しておきましょう。壁際には銃が置かれています。ユーズすることで持つことが可能です。スコープ部分は覗き込みが可能で、ユーズすることで倍率を変えることができます。準備ができたら表示されたミッションの内容を確認してスタートを押しましょう。スタートを押すとスタンバイ表示のコーターゲットが出てきます。持っている銃で狙撃し、目標をこなしましょう。見事ミッションをこなすことができればクリアとなり、クリアタイムが表示されます。最初のミッションではヘリを落とすなどをはじめとした。後半ではハイウェイを走る車を狙撃する、ビルの建物に設置された爆弾の解除装置を撃ち抜くなど、いかにもスナイパーらしいことをしていくことになります。当然ながらかなりの距離があります。普通の姿勢だとブレて当てるのも至難でしょう。弾丸は無限ですので落ち着いて標的を撃ち抜き、ミッションを迅速にこなしていきましょう。そんな感じで狙撃ミッションをこなしていくことになるワールドです。ミッションは全部で4つあり、後半になればなるほど難しくなっていきます。どのミッションも自由に選ぶことができるかつ、失敗自体がないので気軽に挑戦してみましょう。標的を一発で撃ち抜けたりすれば、気分は凄腕スナイパーです。小ネタらしきものもあるようなのでそれを探してみるのもいいかもですね。そんな感じで狙撃をこなしていくことになるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。